生死の境をさまよう母の前で、いつも通り軽率で無神経な言葉を吐くドキュン義母。悪気はない？天然？だから何を言ってもいいと？いいわけないだろが！そっちがドキュンなら、こっちもドキュンで返すまでよ。私は明美。35歳になる専業主婦だ。私は今、病院にいる。横には、交通事故で重体になった母。商店街で買い物をしていた時、ブレーキとアクセルを踏み間違えた車に跳ね飛ばされたのだ。脳や内臓器官が損傷し、特に脳が強く打たれたため、意識不明だ。急遽手術が行われ、一応状態は安定したが、生死の境目にいることに変わりなく、今後どうなるかはわからない、ということだった。母は女手一つで私を育ててくれた。浮気症の父が不倫相手と家を出て行って以来、深夜まで働いて、私を育ててくれたのだ。慰謝料も養育費も払わず、女とトンズラした父を悪く言うこともなく、いつもニコニコ明るく接してくれた、大事な大事な母。その母が、この世からいなくなるかもしれないと思うと、胸が張り裂けそうだった。この気持ちを、夫の周一はよくわかってくれた。病院は泊まり込みができなかったから、私は毎日家から通っていたが、家のことも娘のことも、俺に任せてくれればいいから、明美はお母さんのそばについていてあげな。と言ってくれた。本当にありがたかった。ところが、周一の母、つまり私の義母が口を出してきた。彼女も義父の浮気による離婚組だが、母と違いとにかく気が強く、お金への執着心もすごい。何でも離婚後、義父の勤務先まで乗り込んで、受付で。一括で慰謝料払え！養育費払え！と大騒ぎしたらしい。離婚時に慰謝料は分割、養育費は2ヶ月に一度の振り込みで、と合意していたのに、遊びの金が足りないからと、突然暴挙に出たのだ。そのせいで義父は出世街道から外され、定年までずっと官職についていたとか。もちろん浮気は悪いことだが、この義母から逃げ出したいと思った義父の気持ちがちょっとわかる。そんな義母が、今回の件でどういう態度に出たか。義母とは同居していたが、もともと家に居つかず、しょっちゅう出歩いていた人だから、私が家を開けるようになっても何もしてくれない。周一も頑張ってくれてはいるが、仕事との二足のわらじはどうしても無理がある。娘は私が帰宅するとべったりだし、夫は残業続きでボロボロだ。しかも義母と来たら夜遅く帰宅したかと思うと、明美さん、ちょっとお腹すいちゃった。軽くつまめるもの、何か作ってちょうだいね。とさらっと要求する。周一がいればその場で義母を怒ってくれるが、疲れている時に誰かに怒りをぶつけるというのは精神的にかなりきついことを、実際に何度も義母とやり合った私は知っている。だから、それ以降できるだけ義母の要求には逆らわず答えるようにしていた。まあ、そのせいで、さらに精神的にストレスが溜まってしまったのだが、そんな義母へのストレスと母への心配で心がいっぱいいっぱいになっている時に、義母がわざわざ病院に来て言い放った言葉が、お気の毒にね。まあ、あなたのお母さんって不幸体質って感じだから仕方ないのかしら。だった。呆然としていると義母は、だって離婚した時、慰謝料も養育費ももらえなかったって聞いたわよ。そういう人って何かにつけて運が悪いのよね。今回の事故だって近くにいた他の人はほとんど無傷だったんでしょう。不幸な人ってとことん不幸、哀れだわ。と母に同情しているふりをして、実はマウント全開の言葉。あまりの言い草に思わず怒鳴りつけようとした瞬間。ところで、あなたのお母さん生命保険入ってるんでしょ？いくらもらえるの？と畳みかけるように聞いてきた義母。はあ？意味を理解できず、思わず聞き返すと、最近同じような交通事故しょっちゅうじゃない。
ご愁傷様って人が結構多いって言うから、不幸体質のあなたのお母さんもダメじゃない？あまりの暴言に怒りで全身に鳥肌が立ってきたが、そんな私に全く気づかず、義母は続けて、普通1000万くらいかしら。ああでも女手一つ、安い給料であなたを育てたんでしょうから、保険料なんてまともに払えなかったかしら。とすると500万くらいかしら。少ないわね。とため息混じりでつぶやいたのだ。母が今横で必死に戦っているというのに、あまりの暴言に言葉が出ず、必死に涙をこらえていると、それでね、できるだけ早く保険金請求してほしいのよね。私、旦那からせしめた慰謝料とか使い切っちゃって、この1年大好きな海外旅行に行けてないんだもの。と平然と言葉を続ける義母。私の怒りがついに爆発した。はあ？旅行？そんなん知らんがな。ああ、わかった。地獄への片道旅行ですね。じゃあその時には、ご霊前で5000円くらい包んであげますよ。さすがにここまで言ったら、義母は自分の言葉がまずかったと悟ったらしい。あらやーね、そんな冗談言って。じゃあ、あなたや息子の貯金からでもいいわ。ね、50万くらいでいいから。と言うと、そそくさと病室を出て行った。悔しくて涙をポロポロ流していると、退社後見舞いに来た周一が到着。どうした？まさか。真っ青になって駆け寄ってくれた彼を見て、私の目は大洪水に。泣きじゃくりながら義母に言われたことを説明すると、周一は激怒。あのクソババア、我が親ながら絶対許せない！とすぐに義母に怒りの電話をしてくれたのだが、相手はあの義母だ。いいじゃないの、誰だっていずれはあの世行きなんだから、と逆ギレされたらしい。私たちは怒りが頂点に達し、絶対復讐してやると夫婦で心に誓った。その後、母は奇跡的に意識を回復。麻痺など若干後遺症があるが、リハビリを続ければ日常生活に支障がないまでに回復するだろうとのこと。私と一緒に大喜びした夫が一応それを義母に伝えたらしく、後日義母が私に電話でこう言ってきた。お母さん大丈夫だったんですって？よかったけど。ああ、期待してたのに、ちょっと残念。いい加減にして、何期待してたのよ。爆発しそうな気持ちをぐっとこらえ、簡単な報告だけして電話を切った。その後、何か復讐する方法がないかと考えているうちに、ふと義母の海外旅行という言葉を思い出した。義母は海外旅行が大好きで、若い頃はヨーロッパを中心にツアー旅行三昧だったそうだが、年を取るにつれて長い飛行時間が辛くなったらしく、この何年かはアジア中心。彼女のパスポートを探し出して見ているうちに、ある策略を思いついた。煮えくり返る怒りを何とか抑え続け、約1年後、私は義母に話しかけた。ようやく医師から許可が降りたので、母の回帰祝いにみんなで海外旅行を計画してるんです。お母さんは海外旅行がお好きだし、母も行きたいと言ってるんで、シンガポールはどうでしょう。私がそう持ちかけると、義母は目を輝かせた。まあ、シンガポールはまだ一度も行ってないの。すごく綺麗なところなんでしょ？ええ、公園国家と言われてるくらいで、街全体が公園のように綺麗だそうですよ。一年中暑いけれど、今はちょうど乾季ですし、緑が多いので結構過ごしやすいって聞いてます。私がシンガポールを褒めちぎると、義母はもう行く気になっている。いいわ、すぐガイドブック買うわね。じゃあ、観光コースはお母さんにお任せしていいですか？私も周一も片言の英語なら話せますから、ツアーじゃ行けないところなんかもピックアップしてくださいね。ホテルは？あ、それは私たちで決めておきますから。こうして舞い上がる義母、母、そして私と周一、
娘の5人で個人旅行することにしたのだ。私はネットで航空券とホテルを予約完了。あら、私のパスポート番号知ってたの？と義母が言ってきたので、ああ、番号わからなくても予約できるんですよ。でも必ず当日は持ってきてくださいね。いやねえ、これまで私が何度海外に行ったと思ってるの？明美さんとは違うんだから、とマウントを取りながら自信満々。その鼻っ柱へし折ってやるんだから。そして当日、午前中の便だったので、私と娘は朝7時頃母を迎えに車で実家に行き、空港へ。周一は義母を連れ、ラッシュアワーの電車に乗り込んだ。ちょっと、なんでこんな混んでる電車に乗るのよ。リムジンバスとかなかったの？ごめんごめん、満席だって言われてさ。もちろん、満席だったというのは嘘。義母の荷物がかなり多かったので、急遽計画したのだ。バカでかいスーツケースとバッグを、朝の大混雑の電車内に持ち込んだものだから、当然義母は周りから大顰蹙。睨まれ、蹴られ、どつかれたらしく、空港に着く頃にはよれぼろに。一方、夫の荷物は車に積んだから、周一は小さなバッグ一つ。しかもドアが開くと同時に、彼だけささっと空いている場所に移動。我が夫ながらグッジョブ。そして空港に到着。街頭のカウンター前に集合し、いよいよチェックイン。私と夫、母が済ませ、最後に義母の順番になった。はあ？飛行機に乗れない？どういうことよ。義母がカウンターの女性に向かって大声を上げた。どうしたんですか、お母さん。どうもこうも、このパスポートじゃダメだって言うのよ。有効期限がどうのって、まだ5ヶ月も期限あるのに。え？シンガポールって有効期限が6ヶ月ないと搭乗できないんですよ。私は義母のパスポートの有効期限を知っていた。だからこそこの旅行を計画したのだ。はあ？え？まさか知らなかったんですか？ガイドブックにも書いてあると思いますけど。私は義母がガイドブックのショッピングのページしかチェックしていないことを知っていた。そんな、嘘でしょ？ここまで来てるのに。なんとか飛行機に乗れたとしても入国は拒否されますけど、シンガポールって入国がすごく厳しいそうですよ。たとえ帰りの航空券を持ってても、パスポートの有効期限が半年ないとダメなんですって。なんで前もって言わないのよ。海外旅行通のお母さんなら当然知ってると思ってましたから。オブラートで包みきれない嫌味を言ってやると、義母は真っ赤になったが、すぐに顔面蒼白に。じゃあ私は残念ですけど家に帰るしかありませんね。空港でパスポートの更新ってできませんから。冷たく返すと義母は涙目に。いやよ、私一人で残るなんて。ねえ、私がパスポート取り直してからにしましょうよ。当日キャンセルなんて全額取られちゃいます。お気の毒ですけど、今回は私たち4人だけで楽しんできますね。それだけ言うと、チェックインカウンターで泣き出した義母を後にした。義母のキャンセル料は痛いけれど、ホテルはもともと彼女の分は予約しなかったので、航空券だけ。しかも、LCC という格安航空会社の片道チケットしか取っていなかったので、損失は3万円程度。そんなもん、あんたの食事を納豆と漬物だけにしてやれば、すぐ取り返せるわよ。ああ、すっきりした。その後、義母は大荷物を持って一人で帰宅。井戸端会議をしていた人たちにバッチリ見られたらしい。以前から近所の人たちに旅行通を気取り、今回の旅行のことも吹聴して回っていたため、笑い者になったようで、それ以来引きこもり気味だ。もちろん私たちが帰国後、いかに旅行が楽しかったか、義母の前で再三話したことは言うまでもない。さらに私たちは義実家を出て、私の母と同居することにした。母は退院したと言っても、まだ体が少し不自由だ。これまでは通いで世話をしてきたが、
周一も義母と縁を切りたいと言っていたので今回決断。一人寂しく暮らす義母を思うと少しかわいそうだが、正直もう二度と関わりたくない。いずれ介護が必要になった際には義実家を売ってそのお金で施設に入居してもらおうと夫と決めている。私たちの方は今ではほとんど後遺障害の亡くなった母と親子三代で賑やかな生活。母の元気な姿を見られるのが何より幸せだ。